吉成なだか2023名勝負振り返り解説。皆さんこんにちは、実況の室川真也です。本日はこのムエタイの殿堂であります大国ラジャダムナンスタジアムのリングに吉成なだか選手が向かっているので、その模様をですね振り返り放送していきたいと思います。今年2月25日に対ラジャダムナンスタジアムで行われましたラジャダムナンワールドシリーズ RWS なだか英和スポーツジム VS パタクシン新ビームへ対戦の模様をなだか選手ご本人に振り返って解説していただきたいと思います。なだか選手どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。吉成なだかです。よろしくお願いします。いや本人がねこうやって見ながら解説するってなんか新鮮な感じしますけどもね。ラジャダムナンの雰囲気というのはいかがですか。そうですね、この RWS ってこう最近できた大会なんですけど、はい、この大会結構演出とかにもすごい力を入れてて、こうまたいつもラジャで自分試合してるんですけど、はい、またいつもと違った雰囲気でこうなんていうんですかね、こう世界向けに発信しているような、あタイだけでっていうよりかはもう世界に向けてこう試合をムエタの試合を見てもらおうっていうこうなんていうんですかね、多分あれがあると思う、あれなんていうんですかね、そのあれって華やかさとかそういう豪華さとかですかね。そうですね、それもあるし、はい、そうそう、あれってちょっとそう言っちゃダメな言葉ですよね。じゃあちょっと分かりしだいました。はい、そうですね、はい、そして見てくださいこのなだか選手の表情、またねキリッとした表情ですけど、その時ってどういう心境なんですか。そうですね、これ紹介してもらってると思うんですけど、はい、これ英語かタイ語か分かんなくて、うん、何て言ってるか分かんないですけど、とりあえずうなずいてる感じですね。これは分かったんで、自分の名前呼ばれてるの分かったんで、なだか、なだか英和スポーツって言われたんで、よしっていう。そうですね、これリングネームはなだか英和スポーツジムなんですけど、やっぱタイだと、ムエタイだと。そうですね、ムエタイの選手、タイの選手は、はい、自分のこの名前にその後にこう自分のこのパタクシ選手もそうなんですけど、はい、シンビームエタイ、はい、このパタクシ選手はシンビームエタイで練習してるんで、その最後に自分のこのジムの名前をつけるっていうのはタイ人の選手、あるあるというか。なるほど、はい、まあ、大体の選手はそうしてる感じです。名前の後に所属先が入るっていうイメージ。そうです、なんで自分もエイワスポーツジムで練習してるんで、なだかエイワスポーツっていう。なるほど、はい、やっぱり看板を背負って戦ってるということなんですね。そうですね、これつく人つかない人っていると思うんですけど、これは好みで決められるんですか。そうですね、自分のリングリングネームは本当自由なんで、はい、まあ、大体でも自分のところをリングネームにするって感じですか。そういうことなんですね、はい、さあ始まりました。黒のトランクスがなだか英和スポーツジム、白のトランクスがパタクシン選手となっています。まず第1ラウンドなんですけども、これ3ラウンド制で行われてるじゃないですか、はい、戦い方っていうのは結構もう1ラウンド目からもう上げていく感じなんですか。そうですね、やっぱりいつも5ラウンドの試合なんで、そうですよね、やっぱ3ラウンドだとやっぱその分濃縮しないといけないので、はい、いつもご覧だと勝ってる選手が流したりとかすることがムエタイ多いんですけど、まあ、流しもこの試合では禁止されてるので、本当最後まで攻め続けるっていうのがすごい大事だなと思います。そうなんですよ、はい、パタクシン選手も、ね、今ね強烈なミドル打ってきましたけども、冷静にパタクシン選手これ見えてはいましたか。そうですね、蹴り早かったんですけど、はい、まあ、自分もこの蹴り足を掴んでキャッチして転ばすっていうのを最初から狙ってたんで、まあ、うまくはまりましたね。また打ってきました、はい、その後なだか選手も、ね、すぐに返します。そうですね、ちょっと、うん、まあでもまだ硬いですね、やっぱ一番ダメなんで動きが。ちょっとやっぱ緊張感ありましたか、この時。いや、やっぱ緊張しましたね、はい、また表情もね、こう真剣な表情でね。そうですね、でもまあちょ体は見る感じ、僕の方がでかい感じがしますね。あ、そうですね、身長がなだか選手が165センチ、そしてパタクシン選手が160センチ、こう5センチの身長差があります。そうですね、あとはまあ、はい、タイの試合っていつも当日計量なんですけど、うん、この RWS はやっぱその世界向けに発信するっていうのもあって前日計量でやってて、はい、それもやっぱ多分太一選手慣れてないところがあって、なんでやっぱ僕の方が体が作れてる感じがしますね。そうなんですね、はい、こういう計量が終わった後っていうのは食事っていうのも結構いろいろタイだとカレーを食べたりとかそういうのはないですか。そうですね、カレー食べちゃうともう多分ボディ食らったら一発で倒れちゃう。刺激物だからね。なんでちょっとまあそういう体に優しいものを食べてリカバリーするんですけど、消化にいいもの、はい、おかゆとかうどんとかですか。そうですね、うどんとか食べましたね。タイでもやっぱうどん屋さんあるんで。ああ、そうなんですね、はい、まあ、日本料理屋さんみたいなところで。あ、じゃあ日本から持ってくるとかじゃなくて日本料理を。そうですね、もう現地で食べると、はい、仕上がった状態で戦っているということでありますね。結構プレッシャーかけてますね、1ラウンド目から。ねえ、1ラウンドから徐々に攻めていってますね、はい、もうね。やっぱ3ラウンドで短いんで、はい、1ラウンド序盤で見切ったらもうすぐ行こうと思ってたんで、まあ、今のところ相手が後手に回ることが多くて、はい、で自分の方がやっぱ先に仕掛けてるシーンが目立つかなっては思いますね、はい、右のローキックを打っています。ペチッペチッとね、こうコツコツ当ててハイキックも打っていますやっぱこういきなり行くとやっぱ乱れちゃいますよね、はい、避けるのやっぱすごい上手いんで、タイ人選手は、はい、まあ、こうやっぱ今みたいにパンチからこう蹴りにつなぐって
ていうのがやっぱすごい当てやすいですよね、はい、いきなり行っても当たらないんで。なるほど、はい、フェイントとかそういう遊びの攻撃を入れたりとかする場合もあるんですか、ね、だからそうですね、もちろんやっぱその攻撃を当てるために自分がどう動くかっていうのがすごい大事なんで、はい、やっぱ格闘技とかではなのでやっぱそれを当てるために自分がどう動くかっていうのはいつも考えてますね。なるほど、はい、もう次の一手を考えたりして。そうですね、ちょっと将棋とかチェスとか似てる部分もありますかね。そうですね、相手のこう攻めの手を積んでいくとか、うん、そういうところはやっぱ似てるかもしれないです。あ、最後ハイキックを打ったところでこう第1ラウンド終了ということになりましたけれども、第1ラウンドこう試合振り返ってみていかがだったですか。そうですね、この時今ちょうどセコンド の、はい、先生が来てどうだったって聞かれて、はい、まあ、この時点で自分はもういけると思うっていうふうに言って、まあ、でもスタミナとかは問題なかったんで、はい、まあ、このままいけば、まあ、相手がどういう出方をしてくるかによりますけど、まあ、大丈夫だろうなっていうのは自分の中で思ってます、うん、はい、まあ、そういったところで第2ラウンド、この RWS はオープンスコアリングシステムも採用されていて、はい、この第1ラウンドは10対9で3者ともなだかを支持と、そうですね、ということになりましたよね、まあ、自分の方が攻めの姿勢が多かったと思うんで、はい、こういうスコアっていうのも聞こえたりはするんですか。そうですね、聞こえてますね、もちろん、はい、やっぱちょっと自信にもなりますよね、自分のポイントちょっと心にゆとりも出るし、ね、今こう序盤のハイキック良かったですね、綺麗なハイキック入ってましたね、はい、そしてバタクシー選手も果敢に攻めていきます、打開策を見出しているところ、まあ、ミドルすごい上手い選手なんですけど、はい、メタでは自分の攻撃で終わるっていうのがすごい大事なんで、あ、何かもらったらそれをもう自分の攻撃で終わるとか、今はまあディフェンスしたんで返さなかったですけど、はい、まあ、何かもらった後は絶対自分の攻撃で終わるようにっていうのがすごい大事だと思います、うん、そしてこの組んだ体勢、首相撲があるのもこのムエタイの、ね、魅力の、ね、そうですね、まあ、でもこのパタクシン選手と、まあ、自分もそうなんですけど、あんまりこう首相撲を好んでやるタイプの選手じゃないので、はあはあ、あんまりこう首相撲の展開はこの試合ではなかったかもしれませんね、はい、そして掴んでうまくパンチを打ってきました、これも結構いいポイントなんじゃないですか、はい、そうです、でも今僕ちょっと注意されましたね、キャッチした後ムエタイって2歩までしか歩いちゃいけなくて、2歩までなんですね、僕今多分思いっきり5歩ぐらい歩いてたんで多分言われましたね、そういうことなんですね、はい、あ、そしてハイキック綺麗に入りました。そうですね、今ちょっと当たりは浅かったですけど綺麗に入りましたね、そしてこのラウンドね、パタクシー選手もやっぱりこうポイントをね追いつきたいがためにパンチを打ってくるように見えたんですけども、そうですね、何発結構危ないシーンありましたね、パンチ、まあ、見えてはいたんですけど、こうスレスレで避けるシーンが結構多かったかなとは思うんで、名高選手すごいですよ、動体視力がありますよね、本当ね、なんか多分人一倍痛いのが嫌いなんで、はい、もう全部避けたいですね、できれば顔も綺麗ですからそしてフックを打ってまた再び組の体勢ですか、ここは一旦レフェリーが割って入ります。そうですね、この後、まあ、プレッシャーをかけてるのは自分なんで、ちょっとまあパタクシー選手は疲れるんじゃないかなと思います、ね、うん、圧をかけてますもんね、これプレッシャーが感じますね、前蹴り、そしてボディ、いいボディ入りましたね、そうですね、この後でも今一発返されましたね、パンチ、ここでこうもらいっぱなしで終わらないのがやっぱ大地選手すごいところですよね。なるほど、名高、はい、選手ボクシングテクニックもだいぶ向上してますけども、赤穂亮さんからトレーニングを、ね、はい、教わってるっていうふうに伺ってます、ね、そうですね、まあ、今みたいなこうステップインからのディフェンスだったりとか、はい、そういうのもやっぱボクシングを教わるようになってからやっぱステップが使えるようになって、ああ、まあ、ムエタのリズムだけじゃなくてボクシングのリズムも取り入れたりとかして、それがこう組み合わせて今自分のスタイルができてると思うんで、そうですね、今ボクシングもすごい今自信持ってできてますね、はい、ね、今も相打ちの場面もありましたけども、ギリのところでかわして華麗なテクニックを見せます、うん、お、そして今のボディストレートいいのまた入りましたね、これもね、そこのボディちょっと嫌がってますね、あ、名高選手はやっぱ得意技は何なんですか。自分は得意技は肘が結構自分やっぱり得意と思われてると思うんですけど、はい、僕の中ではまあ肘ももちろんまあ得意なんですけど、まあ、左の蹴りですかね、左のミドルだったりローキックとかがすごい自分は得意かなと思ってます、ね、はい、なんか全部得意に見えるから本当ね、まあ、でも基本的に何でもこう苦手な技とかはないんで特にまんべんなく出してます、はい、素晴らしい、このね、名高選手の技も見ていただきながら、第2ラウンドが今終了したところであります。そうですね、やっぱ表情を見るとやっぱちょっと、まあ、うまくいかないなっていう顔を多分対戦者はしてると思うので、このところは今自分のペースで試合進められています。はい、これ第2ラウンドはこうセコンド陣とはどういった会話をしたかっていうのは覚えてらっしゃいますか。そうですね、このラウンドも取ったぞっていうのはもうこの時点で分かってて、で、そうですね、3ラウンド目、まあ、取られてもまあ勝ちは勝ちなんですけど、はい、まあ、でも最後はやっぱ自分は倒しに行こうと思ってたんで、この試合は、うん、なんで最後まで攻めの手を緩めずに行こうっていう話はしてます。おー、仕留めに行こうと、はい、そして第2ラウンドも10対9で3者とも名高を支持ということで、はい、これで2ポイント差がつきましたが、精神的にはゆとりはありましたか。そうですね、まあ、倒されなければ勝てるっていう感じでしたね、はい、まあ、でも相手も来るからこう集中して合わせていこうっていう感じでしたね、はいはい、で聞いたら一気に詰めてやろうっていう感じでしたね。
やっぱここでプレッシャーかけてくるの相手なんで、はい、ポイント取りに来てますね。回り込んで膝を打っていきますなだか。今の膝は良かったですね。相手の攻めの手に合わせてちょうど合わせるっていう感じで、はい、ちょっと今引いてますね。ボディ嫌がったちょっと嫌がってますもんね、はい。そしてやっぱそうですね、ミドルもしっかりカットするっていうのが、まあ、基本ですけどやっぱすごい 大事なことなんで、うん、はい。ディフェンスも素晴らしい。そしてハイキック。だから黙って見ちゃいますね、思わずね先生のいろいろ裏話解説もお願いします。なだか、なだかの、そしてインド、あのインドも綺麗に入っていますね。そうですね、このミドルがやっぱ警戒されるとスウェーとかされるんで、はい、後ろに状態避けてかわされちゃうんで、やっぱ足も忘れずに出すと、今みたいに出すと、うん、やっぱミドルも当たりやすくなるんで、ちょっと散らしていって相手のディフェンスとか意識をこう散らばせるみたいな、その上下に分けていきます。そうですそうです、はい、ローキックを打っていきますなだか。同じローでもやっぱ足でも右から蹴るのと左から蹴るのと違うので、うん、そしてパタクシもパンチを打っていくんですが、なだかがバックして上がります。そしてジャンピングしながらも打っていきます。やっぱ大技狙ってきてますよね、はい、今のも二段膝あの相手選手狙ってきてたんですけど、これ正直僕あんま見えてなくて。あ、そうなんですね。当たり浅かったから良かったですけど結構危なかった。あ、ちょっとヒヤッとした場面でもあるんですね、はい、何でもないシーンが意外とこう自分の中で危なかったシーンだったりもするんで、はいはい。そして中川会長も結構劇が飛んでますけど、声っていうのは聞こえるもんなんですか。めっちゃ聞こえますね。あ、そうなんですね、はい、まあ、もちろん歓声もすごい聞こえるんですけど、はい、やっぱセコンドの指示はやっぱ聞き慣れてる声なんで、はい、やっぱ聞こえやすいです。あ、そうなんですね、はい。そうかけでは、そしてこれは三日月蹴り、ちょっと引いてますよね、このボディ効いてる。ちょっと下がりましたもんね。そうですね、ちょっと大振りになるとやっぱでも合わされちゃうんで、はい、ここで今会長からボディ狙いからハイキックいけっていうし、ボディを打っていく、なだか。こっからですね。そしてハイキックなだかの殿下の宝刀、左ハイ炸裂、バタックシン失神。そしてロープに登ってガッツポーズ。なだか選手どうですか、この時の気持ち。いや、まあ、本当この時は自分ハイキック当てて指示通り動けたのもあったし、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、今見るとちょっとあれですね、残酷ですね。おたけびを上げていますなだか、英和スポーツジム。こんな喜んでますけど、はい、ちょっと今見るとなんてなる、自分自身もなりますね。エキサイトしてます、はい、右の拳を高々と上げています。そして終わった後はノーサイド、相手に敬意を表します。これもムエタイの魅力であります。やっぱり対戦相手がいるから試合は成立するものなので、やっぱりいつも自分は本当対戦相手には終わった後は本当ノーサイドだなと思ってるんで、はいはい、感謝します。感謝と敬意を込めていらっしゃるということですね、はい、素晴らしい戦いを見せてくれました。リプレイご覧いただきましょう。このハイキック、名高選手ご覧いただいてどうでしたか。そうですね、でもやっぱボディ狙いから背景って言われてるんで、目線がボディに向いてるから、うん、相手はやっぱりお腹くると思ってガードが下がりましたよね、はいはい、そこでちょっとハイキックが、うん、綺麗に当たりましたね。バタクシー選手もこれフック狙ってるんですよね。そうですね、僕の多分ボディに合わせてこう左フックのカウンターを狙ってたんですけど、やっぱりこうフック強く打とうと思うとやっぱ反対のガードが下がるんで、はい、そこでこうカウンターのカウンターが当たったかなっていう。うわー、はい、すごい、もう速くて重い日本刀のようなハイキックを見せました。ウエタイ界の侍、名高英和スポーツジムが今勝ち名乗りを上げました。ナイスファイトでありました。これも多分何て言ったか分かってないですね。そうなんですね。うなずいてますけどね。あ、もう精悍な表情で、はい、あ、いや嬉しそうですね。いや、本当嬉しかった。ほっとした表情ですね。4年ぶりだったんで、いや久しぶりの対の試合、勝利したのは名高英和スポーツジムでした。จากประเทศญี่ปุ่นครับเอาชนะน็อกไปได้ครับในยกที่3ครับโสมหน้าครับจดจำเขาไว้ดีๆครับ